ま、それに関して半期を翻す株主が団結をして三木谷さんを、え、三木谷卸を始める、え、そういった可能性も今回の増資で出てきたと。ハロー YouTube! えー、今日はですね、じゃじゃん大好評ですね、えー、楽天シリーズということでですね、先日公募増資を実施したばかりの楽天について解説をしたいと思います。 えー、楽天なんですけれども、先日約、まあ、3000億円弱のですね、公募増資を行いまして、えー、第三者割当増資と公募増資、一般への公募増資をですね、ハイブリッドで行う方式でやっておりまして、えー、一部をですね、サイバーエージェント及び三木谷社長のですね、会長兼 CEO ですかね、 の個人、えー、関連会社ですね。そして東急株式会社。この、えー、主に3社にですね、割り当てをしたわけですけれども、えー、こちらの方ですね。まあ、三木谷さんの関連会社で約300億円ぐらいですかね。えー、増資を引き受けてるということで、 まあ、なかなかですね、規約化が進んでおりまして、増資以前はですね、3分の1ぐらいを三木谷さんおよび三木谷さんの関連会社、親族で持っていたんですけれども、どうやら今回30%を切るぐらいまで落ち込んでしまったということでですね、 まあさて、支配権、要は、株主総会でですね、拒否権を発動できる3分の1を割ったということでですね、今、苦境を迎えているですね、新規事業の楽天モバイル事業に関して、三木谷さんのやってることを早くやめさせたいとかっていう株主も結構多いと思います。楽天モバイル以外の事業はですね、絶好調なわけですから、まあそれに関して反旗を翻す株主が団結をして三木谷さんを えー、ミキ卸しを始める。そういった可能性も今回の増資で出てきたと。ただもう背に腹は変えられぬということで、まずですね、召喚期限を迎えるですね、社債の 返済にですね、このお金は使われますし、楽天モバイルへのですね、設備投資など運用資金、そういったものにでもですね、1700億円ぐらい使われるというふうに発表されてますが、本当に焼け石に水とは、まあ、このことでですね、まだ3%の普及率もいってない、これまあ10%ぐらいまでいかないと多分ちゃんと黒字にならないと思いますけれども、まあ、ここまで持つのかどうかというところが、鍵になってきております。そこでですね、 三木さんにご提案と言いますかそそろそろアマゾンなんかに売っちゃったらどうだろうと。まあ、買い手としてですね、さすがにね、中国の企業とかがですね、買うってなるとですね、通信キャリアを中国の会社に渡すのかということで、そんなことは多分到底認められないと思いますので、えー、外為法だったりとか、電波法だったりとか、そういったところの規制が多分かかってくると思いますけれども、アメリカの企業だったら、 まあ、ギリ大丈夫なんじゃないかということで、えー、a z o n ですね、先日大きな発表しております。今ですね、アメリカの通信キャリアたちとですね、交渉中とのことなんですけれども、本当にあの、格安のですね、MVNO 的な通信サービス、まあまあ、モバイル、スマホ込みのですね、 アマプラとか、そういったものも付いてるサービスを準備中ということで、先日、あの、お話というか、プレスリリース的なものが流れておりましたけれども、アメリカではそういったことを準備中らしいんですね。で、あのー、 まあ、アマゾンというと皆さん本当に世界中に進出している会社というふうに、えー、誤解されている方多いと思いますけれども、アマゾンはですね、主要5カ国で、え、売上の90%以上売り上げているというですね、なんと、そんなに世界中に出ている会社ではないんですね。そのうちの売上5%日本から得ているということで、日本はですね、結構、えー、重要な国なんですね。 で、最近、アメリカで、えー、アマゾンプライムですね、伸びが、えー、鈍化しているということで、通信サービスと抱き合わせることによって、携帯ごとですね、スマホごとですね、アマプラに入ってもらうと。そういったサービスを企画しているということが、まあ、リークされたのかな、えー、出てきたということで、これ、日本でやる場合にですね、一番いいのは何かって、楽天モバイルを買収することなんじゃないでしょうか。ということで、楽天モバイル、楽、 アマゾンが買収したとなればですね、巨額の資金を投入されて、えー、他のですね、キャリアと遜色のない、ね、基地局数立てられると思いますし、えー、プラチナバンドに関してもですね、外圧をかけてですね、電波帯域を解放させるとか、そういったことも、えー、できるようになるのかなと。そしてですね、えー、何よりですね、三木谷さん、単独でですね、ファイナンスもしなくていいということで、散歩用紙なんじゃないかなと。 もう、あの、そろそろですね。えー、まあ、還暦ですかえー、なので、そろそろ、ね、引退、いいも考えたら、楽になるんじゃないかなと。そのままですね、三木谷さんが社長やってもいいんじゃないかなと。日本の社長ですね。まあ、引退してもいいし、あの、ZOZO の前澤さんみたいにですね、引退されても綺麗に引退するのも、まあ、一興じゃないのかなと。 あるいはまあ楽天メディカルとかですね、そういったこれから伸ばしたい事業というか、ライフワークにしたい事業、こういったものに、えー、シフトするのもいいのかなと。やっぱね、楽天モバイル始まったからにはですね、総務省への建前もありですね、なかなか手前もあり、なかなか撤退することは難しいでしょうと。ということでですね、えー、アマゾンに、えー、バイアートしてアマテンになると。 なんかそんなね、記事も、えー、どっかの、えー、ウェブメディアで出てましたけれども、そんなシナリオも考えてもいいのかなと思いました。ということで、えー、今日はまた、大人気楽天シリーズ解説させていただきました。そして MVNO は、ホリエモバイルということで、ドコモの回線を使って、あの、繋がりやすい、キャリアアグリゲーションも楽天と違って使える、えー、ホリエモバイル。ぜひ、ホリエモバイルに行ってらっしゃいもう、あの、そろそろですね、えー、まあ、還暦ですか えなのでそろそろ、ね、あの引退も考えたら楽になるんじゃないかなと。